Standing on the porch in the night, thinking how we used to be way back in time. In time. Barefoot on the grass, open skies. I can feel it every time I close my eyes. My eyes, yeah. Can you remember when we were young and free? Like queens upon the thrones. Never surrender, we're having too much fun. Could feel it in my bones. I was never alone. ということで、イグアナイオにたどり着きました。やばい、この景色本当にすごいです。今からお見せしましょう。じゃーん、すごい、超絶景。はい、ということでイグアナイオに行ってきました。個人的にはね、この前行った三角点よりも絶景度がね高かったんじゃないかなと思って、もうめっちゃねテンション上がっちゃいました。で、崖っぷちのね絶景って結構今までも僕いろいろ行ってきたんですけど、例えば佐渡島だったり、伊豆諸島でもね結構崖っぷちの絶景スポットが結構あって、まあいろいろ見てきたんですけど、ちょっとね今までの中でも一番綺麗だったかなっていうのがあります。っていうのも崖の本当に先っぽまで行けるんで、ほぼほぼ180度海が広がって見えるというのと、海のね色がもう本当に絵の具を垂らしたかのような色で、色鮮やかな色で、もうね最高でした。で、今日本当に天気がいいからね、これまた綺麗なわけで、曇ってるとねあそこまでの感動は見れないかもしれないです。あとね、行くときに結構草むらをこう嗅ぎ分けていくんで、でその草にねなんかトゲがねいろいろついてて、ちょっとチクチクするんで、できれば半袖はやめた方が、半ズボンはやめた方がいいかなと思います。僕半ズボンサンダルで行ってちょっとね引っかいちゃったんで、まあその辺をね注意していければいいかなと思います。で、今ねすぐその隣にあるフナウサギバナタというね、カタカナでフナウサギバナタと書くんですけど、まあ、そこにたどり着きました。こっちはねもうちょっとなんだろうな、ハードルが低いというか、こっちもね同じ海が見えるんですけど、まあなんかあんな感じで台ができてて、絶景がね見やすくなってるみたいです。今からちょっと行ってこようかなと思います。 I've been warned about you. They said that just one look and I'd get caught too. Cause there's something about you.伊良部島の通り池という名所にやってきました。で、ここはこの前ねコンビニで仲良くなったフランス人に教えてもらった、まあ、絶景ポイントで、で国の名勝かつ国の天然記念物、この二重指定を受けている場所で、でこのように二重指定を受けるということは約ね33年ぶりのかなり、ね、珍しい出来事のようです。大体もう仲買人さんが身をだけ取って、はい、置いてもう臭いから早く取っていけみたいに。あ、そうなんだ。腐ったら臭いですよ、本当。あ、そうなんですね。腐るんだ。そう、腐ると臭いですよ。うん、もう取る。もう出が音鳴ってるんだ。すごい。そうそう。ちょっと自分で編み出した。はい。何これ。また音が違いますね。うん。高瀬貝ね。あ、聞いたことある。高瀬貝。うん。そうそう。すごい、でかい。アラフラオニシっていう、はい。うん。
売ってますね。それはいくら高いでしょ、それは。これだけは、うん、5万それするよね、それだ。これは超でかいもんね。オーストラリア。あ、そうなんだ。2つは、あとはもうイノブさんだけど、これはオーストラリア。これ猫にはこんなものいない。これ世界最大の巻き貝らしい。買う人いるでしょうね、そしたらね。まあ、どうかな、ずっとそのままだけど。はい、これは、うん、すごい。ラクダガイね。ラクダガイ。聞いたこともないですわ。うん、これが万年貝、万年貝。これ重いですよ。ちょっと持ってみようかな。うん、これ重いよ、ちょっと持ってみよう。あ、重い。重いよ。すげえ重い。そう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 。ああ。そう、万年貝。これも、ちょっとなるんだけど、これ難しいな。これもなるんだ。なる。これは。なんか吹き方が難しそうですね、それはね。うん、これもね。すげえすげえすげえ。はあ。いや、いいもん撮らせてもらいました。